氷雪も、氷雪も、氷雪層もしくは雪上も、雪上層、スノーアルジーとは、鉱山帯や極限の火器において、雪や氷上に生育する低温体制の層類のことである。可視的なまでに広がった氷節物コロニーは、層類が持つ色素の種類により雪を赤、緑、黄色など様々な色に彩り、砕雪、現象や雪の花などと呼ばれる現象を引き起こす。 特に赤く色づくものを赤雪や紅雪、英語ではかすかなスイカの香りがするとしてウォーターメロンスノーと呼ぶ。このような低温環境の極限環境微生物は氷河を取り巻く生態系の理解に関連して研究対象となっている。赤雪に関する最古の言及は古代ギリシアのアリストテレス、動物詩にある。腐敗から過当な生物が 自然発生すると考えたアリストテレスは古くなった雪は赤くなりそのような雪から氏が発生すると述べたヨーロッパでは中世からアルプス山脈の赤雪が記録されてきた靴底を真っ赤に染める採折現象は登山者や探検家、博物学者らにとって不可思議なものでありミネラル分や何かの酸化物が岩石から進出してきたものであろうと憶測するものもあった 1818 18年のジョン・ロスの探検隊は、グリーンランド島北西岸のヨーク岬から赤い雪を持ち帰った。彼らは資料をイギリスに持ち帰って分析したが、採設が陰鉄によるものであったという、誤った結論に終わった。日本では、天平14年742年に、道の区国が部内の黒川軍以北11軍、現在の宮城県中部で平地に、 赤雪が二寸降ったことを報じたことが、俗に本気に記された。江戸時代の歴史書も時折、赤雪を記録に留めたが、当時の人々は赤い雪が空から降ってくるのだと、考えていた。再雪現象が、藻類の大発生によるものであると判明したのは、光学顕微鏡が発達した19世紀の末になってからであった。氷雪もと呼ばれる藻類はいくつかの分類群に、 存在する。一般的なものは、緑色植物モンボルボックス目のクラミドモナス、クラミドモナスやクロロモナス、クロウラモーナズといった、緑藻類、特に、クラミドモナスニバリス、クラミドモナスニバリスが代表的である。また、車軸藻類や、接合藻の仲間が繁茂する場合もある。これらの緑色植物は、通常光合成色素として、クロロフィル A、B を持つが、 環境条件によっては特定のカロテノイド、特にアスタキサンチンを細胞内に蓄積する。そのため、緑草ではあるものの鮮やかな赤色を呈したコロニーが生じる。他に、黄金色ものオクロモナス、オクラモーナズも黄色の採設をもたらす。反面、として流氷などに優先する卵巣や、軽巣の類は、氷雪もとして報告されることは稀である。 氷節もとして代表的なクラミドモナスニバリスは、細胞の直径が20から30マイクロメートル、主照名のニバリス、ニュアーリスは、ラテン語で、雪のを意味する。多くの淡水もとは異なり、コーヒー,ーで低温の水を好む。C ニバリスは、冬季に雪が降るという選手となり、不動細胞として、雪中の感激水に存在する。春に栄養塩をや日射車両、 気温が上昇すると、不動の細胞から弁毛を持つ、緑色の遊泳細胞に変化し、適切な光環境を求めて移動する。遊泳細胞が良好な環境に着生すると、弁毛を失い、アプラノスポーと呼ばれる特殊なシストを形成する。アプラノスポーは、硬い細胞壁を持ち、アスタキサンチンを大量に含む。このアプラノスポーが大量に形成されると赤い、再設の原因となる。 ただし、クラミドモナスニバリスとして報告された、強説後には、様々な属、種の藻類が含まれている、可能性も報告されている。C ニバリスの有層細胞は、典型的なクラミドモナス属のもので多種との、形態的な区別は困難であるが、不動細胞の形態は特徴、壁表面の粒気あばらの様子など、の判別が可能である。操作型電子顕微鏡による、観察の結果、 C にバリスのコロニー中には異なる形状の不動細胞が混在しているとされている。また、分子系統解析による検討においても C にバリスとされた集団の中にクローラモーナズに禁煙なグループが含まれていることが指摘されている。氷雪もといえども完全に凍結した雪や氷のみでは増殖できない。氷雪もが増殖して再雪現象を生じるためには 降雪と共にある程度の雪解け期間や降雨が必要である。氷雪もがカロテノイドを蓄積する環境要因としては窒素の不足や強光などが知られており、したがってカロテノイドは紫外線等から細胞を守る働きをしていると考えられているが、その副次的な効果として太陽光線を吸収して細胞が熱を帯び、周囲の氷を溶かす作用があるとも言われている。これによって、 液体の水が増加し、氷雪後の増殖が促される。しばしば氷雪後は、サンカップスと呼ばれる採雪の穴、右写真を形成するが、これは前述のような熱吸収と細胞増殖のプロセスによるものである。こうして増殖した氷雪後は、様々な生物に捕食される。代表的な捕食者は、栓毛虫、ワムシセンチュウ、氷ミ,ミズ、ト飛び虫の仲間などである。 氷節もは、グリーンランド、南極、アラスカ、シエラネバダ山脈など、北アメリカの西岸及び東岸、ヒマラヤ山脈、日本、ニューギニア、ヨーロッパ、アルプス山脈、スカンディナビアカルパイア山脈、中国、チリのパタゴニア、サウスオークニー諸島など様々な地域で報告されている。ほとんどの氷節もは、 摂氏重度を超える環境では生育できないため、年間を通して低い気温が維持され、標高がある程度高く積雪がよく残る場所を好む。北極や北極海の海氷からも報告がある。日本では中部地方以北の山岳地帯、特に山形県での調査報告が多い。一部四国、石槌山や中国地方、大山での発生も知られる。著名なものでは、 北極探検を題材としたジュール・ベルヌの1866年の作品ザ・デザート・オブ・アイスに氷雪もが登場する。ただしこの作品は実際に北極の踏破が可能になる何十年も前に綴られたものである。当時は雪が着色する現象はスイスや前述のバフィンワンで知られており、ベルヌはこれを菌類によるものであると書いている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。